こんにちは、岸さんです。今日は4月の15日土曜日ですね。ちょっとバイパスを探索してみようと思います。撮影はソニーのアクションカム HDR-AZ1 で、今日もですねリモコンで GPS での撮影をしております。最後にどういうルートを走ったかっていうのを紹介できればと思います。そろそろ第二阪和国道をバイパス丹野輪ランプに着くので、ここから乗って和歌山方面に向かって乗ってみましょう。で、ちょっと気になるところが2つぐらい降り口があったので、そこから降りてみてどこにつながってるかっていうのをちょっと見に行ってみたいと思います。もうさすがに道の駅の入り口は混んでなかったですね。またそんなに日にち経ってないんですけどね。後ろ先行ってもらうか。自分の耳ではかなり風の音ピュー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 聞こえてるんですけども、マイクが拾ってるんでしょうか。直接風を受けてなければうるさくはないと思うんですけども。さあ、ここですね、府警教師、ここを一回降りてみましょう。どこへ行く、あんま距離走ってないですよね。ここ先乗ったところから一応ここから大阪方面には乗れないで、和歌山方面に降りれない、和歌山方面に入ることはできるけども降りれないみたいですね。これどうなんやろな、和歌山イオンの裏みたいに結局はまだ行けませんってなってたらちょっとショックですね。あ、でも車いてるな。あー、もう一応あれか、吹けのロータリーは越えてる、違うか、これ下なんや。あ、一応吹けのロータリーは越えてるんだ。で、右行ったらこのまま昔の教師峠に向かっていくんで教師行きで、左行ったら吹けって書いてたんでロータリーを肩の方、吹け校の方へ向かって走る道になってるみたいですね。やっぱりここからは一個ずつしかないですね。ほうほう、 あそこ走っててずーっと降りてきたんや。ちょっと U ターンして今のところ乗ってみましょうか。乗って丹野輪ランプから降りて、でまた丹野輪ランプから乗って、今度もう一つ気になる降り口を行ってみたいと思います。ここ通行止めになる時があるんや。昔この辺にラジコンのサーキット場があったんですよね。踏切渡ってすぐのとこら辺にオンロードやったかな、オンロードのコースがあってちゃんと舗装されてて、タミヤ RC カーグランプリで使ってるようなちゃんと
操縦士、プロポ持って操縦する人が上がる、ちょっとあの高台になってるところも作ってあったりして、うん、で上の方からラジコンを見ながら操作するという、そういうコースがありましたけどね。昔コロコロコミックのラジコンボーイが流行ってる時はやっぱり、うん、ワイルドウィリーズとかタミヤのねマイティフロッグ、まあ、その辺がやっぱり人気でしたけどね。お、タンノワランプ早っ。どこで U ターンする、信号で U ターンすればいいか。これここで U しようか。改めまして、和歌山方面に向いて走ってみましょう。ほい、ここがさっき降りた、府警の出口ですね。府警教師の出口になります。それではここをまっすぐ行ってみましょう。あ、ここから乗れることは乗れるんや。でもまだ降りれない。あ、降りれるんやな。ここ降りたいけどな、 U ターンしたらあかんしな。この先 550m で分岐降りれますね。地名が中って書いてましたけど、あんまり普段聞き慣れない名前ですね。さあ和歌山大学駅前中、ここ行ったらイオンの裏通って富士通の横走ってトンネル抜けたところに、ここのトンネル出るとこやっぱ危ないですよね。あ、なるほどな、こっちが直進なんや。おー、あそこも信号いるんちゃうんか。まあこっち側から来る人、まあでも和歌山に行こうと思ったら今んとこここ通らなあかんか。あれやな、まあ教師峠越えてないからかなり楽になったというか、すんげえ近い気がしますね。さあここ右行って富士登山方面から もうここでいいか、U ターンしようか。来ました。大型車はダメだよみたいな、工事車両だけ入れますよみたいな、細いとこちょっと走ってみたいと思います。これね、この出口大型車×ですよ。お、行く車がいてんな。どこへ行けるんや。で、後でここから乗ってみましょうか。他車は右折。お、工事中。このここ行ったらいいよの裏。あ、まだやっぱ全然できないんだから行けないんだ。へえ。おお。
ほほ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 。なるほどね。行ったらダメってこと？ほな、あの道らへんは誰がどうやって行くんや？わからん。現状が。あんなん、ほぼ一般の人入れないんちゃうん？まあ、もう一回、イオン方面へ行ってみましょう。やっぱあのトンネル出口は怖いな。やっぱガタガタがあってもほとんど減速してなかったからな。でここも合流やろ。こっちが直進っていうの分かるよな、みんな。さあ出てきました。でここを右行ったら藤戸台に入れますと。はい、よし、 U ターンしようっと。ここはもうほんまに早め早めにウインカー出す方がいいっすね。うん、そうしないと危ない。しかもここが結構な急カーブ。ガソリンがなくなってきたぞ。リザーブにしとこう。やっぱ97キロでリザーブ切り替えですね。やっぱ燃費悪いんかな、この FTR は。みんなもっと走るって言いますからね。さあ、それでは丹野ランプから降りて道の駅をぐるっと一周して帰りましょうか。はい、バイクは向こう。はい、到着。今日は新しく開通した第二阪和国道のバイパスの降り口、乗り口をいろいろちょっと走ってみました。それでは最後に GPS ですねを使ったバイパスの軌跡っていうものを地図上でお見せしたいと思います。それではどうぞ。